はい、皆さんおはようございます。今日はやっとねいい天気になって、昨日まだ風がひどくてね、収録できなかったんだけど、まあ今日はね晴れましたんで、一応収録をしたいなと思いまして、引き続きね質問に答えるコーナーということでですねやっていきたいと思います。これは天野さんじゃないね、天野ジャックさんだね。質問ですと、倉橋さんは、企業の目的は利潤の追求についてどう思いますかと。中学の公民の授業で、習いますが、私は当時からこの言葉に欺瞞しか感じませんでした。そもそも企業にとって利潤の追求は手段であって目的ではないと思っていますと。目的なき利潤の追求は従業員や取引先を不幸にするだけではないでしょうかっていうことなんですけどね。まさにそうだと思うんだよね。結局ね、今ほら多くの企業がさ、こうなんとかな、利潤の追求ね、会社は株主のものだ言ってね、で利益上げないとさ、株価が下がるってことでね、で結局さ、上場企業の多くはそういう形で動くんだよね。だから目的っていうものをさ間違えちゃうと思うんだけども、僕なんかはやっぱりその何ていうかね、分かりやすく言うと、会社ってさ、存在意義って何だろうっていうことを考えないとねダメだと思うんだよね。でうちはさ、不動産コンサルタント会社 CF ネッツっていうことで、日本で多分初めて、この不動産コンサルティングっていうものについての事業を始めた会社なんだよね。21年目になるんだけども、22年目なんだね今年ね、ということで、そういう面でいくとですね、まずそのカテゴリー別にその社会にどう受け入れられるかということが大事なんだよね。でもう一つさ、利益っていうのはやっぱりね、価値の創造と思ってるわけだからさ、例えばそうだね、分かりやすく言うとさ、うちのね会社辞めた社員が、今ね同じことやってる人がいるんだよね。でね、彼の場合はさ、ね、うちの会社にいながらにして会社作ってさ、でね、同じなんとか競合することはしませんって、協業廃止じゃないねの署名も捺印してるんだけど、全く同じこと始めてさ、で会社にいるうちにそのね公園の両親に受注までしてさ、で結局ね会社には何も言わずにそのまま事業をやっていて、でさらに驚いたことにさ、うちのお客さん相手にさ商売してたりするんだよな。もうお互いなんだろうな、5年くらいになるからさあれだけど、僕はね、で最近うちのねまた社員一人行ってるんだけど、なんかそれってさ、僕は一生の恥じゃないかなと思ってるわけ。っていうのは、なんていうかな、大変だと思うよ、会社ちっちゃい時ってね。僕も、3人から始めた会社でさ、会社ちっちゃい時ってね、本当に仕事はなくてさ、あれなんだけども、僕の場合は、たまたま、ね、前職の会社がね、住宅販売の会社だったから、住宅販売はね、やらないってことで、賃貸のね、仲介とかはやったけども、住宅販売やらないし、であとコンサルを始めたんで、どちらかというと会社に出向いてって、企業の中で研修してあげたりとか、そういう仕事をしたんだよね。だから比較的円満にね、な関係でねやってたわけだけども、僕はそれはねちょっと違うんじゃないかなと思っていてね、会社を出て、で自分で仕事を始めて、でそういう中で、向こうがね周りにはさ、ちょっと曲がってるのかこれ、ごめん、円満に退職したみたいなこと言ってね、でやってるんだけど、世間的に見たらさ、それでね、通じちゃうのかもしれないけど、内側ってさどう考えてるのかなってね、僕は心配っていうかね、僕だったら恥ずかしいねだからそういう恥ずかしい仕事をしながらさ、売り上げ上げたり生活していても、これはあんまりね、なんか
納得できないんじゃないかなと思ってんだよね。だからまあそういう面でいくと、価値の創造っていうことで考えるとね、例えば、価値って、企業側が決めんじゃなくて、やっぱりその、あれだよね、その、どちらかというと、その、お客さんが決めるわけじゃん。でさ、我々の商売ってさ、ね、その、なんていうかな、業界全体にね、良くないんだけど、ね、仲介手数料ってのがあるよね。で、これってさ、200万円までが5%、400万円までが4%、そこからね、200万から、400万の200万に対して、4%。400万超えるとね、3%で、まあよくいわゆるね、3%プラス6万円って言われるんだけども、それ以上の仕事僕たちしてると思うんだよね。一つ一つの仕事に対してね。だけど、これはね、規制法で、結局、業界って言われる、その、規制をするためのね、ものなんですよ。だから、その規制の範囲内で、仕事をするってことになるよね。で、かたやさ、弁護士も、税理士もね、もともとはそういう規定があったんだけど、やっぱりその、価値としてさ、ね、ちゃんとした仕事をすれば、そういう、なんとかな、規制みたいなのにならないのよ。っていうような仕組みになりつつあるのね。で、まあ、不動産業界も本当はね、自由にさ、契約ができたらいいんだろうけど、まだまだね、規制法なんですよ。でね、そこで問題なのが、その一つ一つの価値っていうことなんだよ。例えば、食事に行ってもさ、ね、そうだよね。例えば、1万円の食事をしても安いと思えるところと、これで1万円取るの？みたいなものがあるよね。これ、同じようにさ、500円のもね、ランチでもそうじゃん。ね、ランチで、じゃあ500円、ワンコインなんてやってるよね。で、500円くらいだったら、まあまあ、まずくてもさ、まあ500円だからしょうがないよねっていう形になるよね。で、これはさ、ね、その、店側が与えた、要するに、値段で消費者がどう思うかってこと。ね。で、例えばさ、500円で、これ500円安いな、言うんだったら、それはまたね、付加価値がついてるんだけども、いや、500円だからしょうがねえなって言うんだったら、それ、ね、継続は難しいじゃん。これね、企業の淘汰ってそういうとこから出てくると思うのね。でさ、やっぱり僕は思うんだけども、その、すべてにおいて、ね、価値っていうものを創造するのが企業であって、そうでないものは、やっぱり結局淘汰されるんじゃないのと思うわけ。例えばさ、今うちでね、その観光業も少しずつね、始めようとしていて、この三浦岬でさ、ね、古民家を活用したね、その宿泊施設を、やってるんだけども、その古民家の、要するに宿泊費が、ね、いくらだったら適正だろうっていうことを今やってる最中。ね、で、当初はさ、なんか、社員なんかも、いやいや、こんなとこでね、なんて話なんだよ。要するに、ね、わざわざ岬に来てさ、ね、泊まるに人なんかいないじゃん、みたいなことで、まあ、5000円くらいだろ、みたいなことになったんだよね、一人。で、そこからスタートして、で、だんだんクオリティを上げてって、今9000円くらいまでになってきたんだよね。でさ、じゃあ、この9000円でも泊まる人たちがいて、で、5000円で泊まった人たちはすごく安いって言ったわけね。で、この9000円くらいだと、まだまだ安いって言ってるわけだよね。それ何かというと、だんだんクオリティ上げてるから。ね、同じもので、ね、同じ価格じゃないんですよ。例えば、調べてみて、このね、古民家の旅宿っていうのが、岬にあるんだけども、これもね、スタート段階は1泊5000円でスタートしたんですよ。で、それで、1泊5000円でスタートしたんだけども、そこから、徐々にクオリティ上げてって、で、今はね、土間の部分をリビングにして、で、大画面のね、テレビつけたりして、で、リビングでの、要するに、クオリティを上げたことで、宿泊費もね、少し上げることができたわけ。で、これから先、じゃあ、お風呂もね、ヒノキ風呂がついてるんですよ。
で、結局そのメンテナンスなんかでも結構コストがかかってくるわけ。ってなると、じゃあこれに基づいた今度さ、清掃費から何から今までこう計算してみるとさ、どう考えてもね、赤字だったんですよ。で、これがなんとなくこうトントンくらいになったんだけど、今度はさ、問題がね、稼働率ってことになるわけだよね。だから宿泊費と稼働率で売り上げが決まるわけじゃん。だから宿泊費を上げれば稼働率下がる。ね、これじゃやっぱり価値の創造になってないね。だから宿泊費を上げても稼働率が上がる。これは逆に言うと価値の方が高いってことじゃん。で、それをね、細かくいろいろ僕たちは考えながら、いわゆるその価格設定って決めていくわけじゃん。で、今さ、ね、このコロナでさ、みんな苦しんでるよね。で、結局国内旅行なんかも全然伸びないからっつってさ、ね、航空運賃込みでね、要するに、2泊3日の旅、ね、3万いくらとかさ、そうすると、どうなんだろうね。大変なのはわかるよ。ね。で、お客さん欲しいのもわかるよね。だけど、それってさ、僕は価値の創造になってないなと思うんだよね。で、むしろ、それをね、望む人たちも当然いると思うんだよね。だけど、その人たちが、じゃあ、この値段で行って、で、満足して帰るかっていうと、意外に俺はそうでもないと思うんだよね。なんかさ、ね、行った先で、ね、食事もブロイラーみたいにさ、なんか、取り放題のやつ食べてさ、ね、で、ね、買い物も、連れてかれてね、で、それで、時間通りにね、きちきちとこう行って帰ってくる。これ昔、昭和の時代のね、バス旅行とかさ、ね、団体旅行ってそうだったけど、最近その団体旅行自体もさ、少なくなってきてるじゃん。で、っていうことは、ニーズがあんまりないんだよね。で、そこの中で同じことをやってたら、これみんな不幸だよね。まあ、この人が言うように、不幸の連鎖だな。要するに、まずそもそも販売価格が安い、それに伴った価格設定をしている、で、それに伴った、運賃も決められる、で、それに伴った、いわゆる旅行代理店の金額が決まってくる。まあ、当然、旅行代理店から始めて、こう、トン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 って取っていくから、宿泊、ね、施設の、価格がうんと下がるわけじゃん。そうすると、そこで働く人たちも、今度コストダウンになるよね。で、最終的には、今はさ、最低賃金決められちゃってるから、労働条件もね、良くないよね。労働条件自体は、単価は上がったけども、削られちゃうわけだから、稼ぎが少なくなるじゃん。と、全部が、要するに、いい感じになってないよね。って思うんですよ。だから、僕はね、企業のあり方っていうのは、それじゃダメだなと思ってるわけ。で、うちの、まあ、商売は、まあ、基本的に不動産とさ、まあ、建築だよね。で、じゃあ、例えば、この家、は今ね、外断熱でさ、まあ、今日みたいに朝ガーッと冷え込んでも、中は全然温度が変わらない。ね、朝起きた時に、おお、寒いなってのはないわけよね。で、これはさ、住んでみないと分かんないじゃん。で、この外断熱工法っていうのを、ある企業と一緒に行って、で、実際に何棟か建ってんだけども、要するに、一軒だけ売却したのがあるんだよ。今、賃貸住宅が多いし、まあ、自分の物件もそうだし、あと、建てたね、建築の人いるんだけど、建て売り住宅でやったことあるの、一箇所だけ。で、この建て売り住宅でやったときに、当然さ、コストが上がるんだよね、建築費が上がるから。で、そこで、うちの場合だと別にね、借りてくれるんだったら賃貸で貸すし、ね、買ってくれるんだったらそのままね、買ってもらえばいいわなんてことで、金額の設定をしてさ、販売したんですよ。そしたらやっぱり、近隣相場よりね、約400万くらい高く売れたかな。で、いうことで、価値を認めてくれてるわけじゃん。で、住んだ人も、やっぱ価値認めてくれてるわけよ。やっぱり違うもんさ。ね。だから、そういうさ、価値の創造っていうことが、僕は重要であってね、建て売りだから土地、ね、まあ、土地の金額はほとんど変わらないけど、建物で今度コストを落としていくだよね。そうすると、やっぱり工法的に抜くとこは抜かれるわけだよね。そうすると買った人は、
安いなと思って買ったかもしれないけど、結局、2、30年するとさ、カビがひどくなったり、断熱構造が劣化したり、あと、建具なんかがね、傷んできたりするわけだよね。で、住宅のその価格っていうのはさ、総合的なその、積み上げ方式で出るわけじゃん。だから、安ければやっぱ安いなりなんだよ。しょうがないんだよ、これね。っていうことになっちゃうわけじゃん。っていうことで、僕はね、やっぱりこれから先の日本っていうのは、今ね、このデフレ経済の中で、これからインフレ、ね、スタグフレーションの現象が起きたときに、やっぱり僕はね、適正な価値っていうものをね、要するに追求する。で、それで社会に受けられる、要するに会社にならなきゃダメだと思うし、その社会に受けられるような人を育てるってことね。やっぱり僕はやっぱりこの、ね、方が言うように、まあ、中国の公民で教えてんの、この、ね、企業の目的、利潤の追求だって言うんだけど、ね、利潤は追求しないとダメですよ。それは何でかというと、赤字の会社は誰も幸せにならないから。やっぱり、さ、適正な利潤があって維持ができる、ね、で、その適正な利潤があるから、要するに社員も要するにちゃんと給料もらえるわけだよね。で、逆に言うとさ、利潤を度外視して企業っていうのは、逆に言うとやっちゃダメなの。ちょうど今ね、あるんだよ。名前言ってもいいんだけどさ、建設会社でね、そこそこの、まあ、東京の会社なんだけど、今さ、ずら買っちゃってんだよ。売って。アパートのね、いわゆる、なんつうの、建築条件付きのさ、建物でね、取引したところの、ね、この建設会社もさ、逃げ回っちゃってんだ、今。それ何かっていうと、下請けに金払ってない。で、今もう、多分破産するのかな。まあ、破産してくれればね、ちゃんと保険入ってるから、保険で対応できるんだけども、逃げ回っちゃってた間はさ、しょうがないね。追っかけ回すしかないじゃん、みたいな。もう、これだけでね、時間の無駄になるね。っていうことで考えると、やっぱりね、そうなっちゃうと今度社員もさ、大変だよね。もう、先々週くらいまで電話に出たらしいんだけど、今全然出ないですよ。で、その時にも、なんか僕たちも給料もらってないんだけど、ね、仕事に責任持ってるんで、出て対応してるんですよ、みたいなこと言っててさ、で、それはお金が回らないからアウトですよ、っていうこと。だからね、利潤は度外視しちゃダメだよ。ね、で、当然、まあ、うちのね、関係会社もさ、まあ、赤字黒字はあるよ、もちろん。だけど、将来的にはやっぱり、ね、先行投資で赤字になるのはしょうがないけど、将来的にはやっぱね、利潤っていうものについては、ある程度追求しなきゃダメだよねってこと。だから、やっぱりね、貧乏ってのは人をダメにするんだよな。だから、企業もそうだよね。貧乏会社っていうのはさ、人をダメにしますよ。ね、要するに、最初に言ったやつもそうだけどさ、やっぱり最初は苦労したんだろう。ね、だけどさ、それをね、やり続けちゃダメでしょって俺は思うんだけどさ、まあ、お客さんからもね、いろんなことは耳にしてるけどもさ、ね、どうなんだろうって僕は思うよね。っていうのは、やっぱさ、まあ、僕くらい年になってくるとさ、やっぱり、なんていうかな、金の問題よりさ、信用の問題だよね。で、やっぱりさ、せっかくここまで気づいてきてさ、ね、やっぱりみっともないとか恥ずかしいことはさ、したくないもん。だけど、やっぱり貧乏っていうかさ、そういう時にはね、まあ、そういうことも考えちゃうんだろうね。やっぱり、僕はね、それはやっぱりね、まあ、武士はね、食わねえど高よじってさ、やっぱり、恥ずかしい仕事の仕方はやっぱり良くないんじゃないかなと思うね。で、それはやっぱりさ、利潤がないからだから。ね。で、まあ最終的にはお客さんに迷惑かけちゃうことなんじゃないかなと思ってね、ちょっと心配してるんだけども、やっぱり事業規模とかの企業規模がちっちゃい時ってね、やっぱり惨めなこといっぱいありますよ。だけど、それはね、やっぱり
洗礼だからね、仕事を始めた時の洗礼みたいなもんだから、まあしょうがないね、そこをくぐっていくしかないんだけどね。このね、中学の公民で教えてる利潤だけが、要するに企業じゃなくてね、やっぱり目的としては、やっぱり僕は価値の追求と思うんですよ。で、その価値が認められて初めて企業として成り立つし、商品として成り立つし、サービスとして成り立つわけっていうふうなのは、最終的な答えじゃないかなと思いますね。まあ、ということで、まあ、ぜひちょっと、企業の利潤ね、まあバカみたいに儲けるっていうのがね、目的じゃないけど、かといってずっと赤字だとね、不幸にしちゃうし、この方の言うようにね、利潤追求だと皆さん不幸にするっていうんだけど、逆に言うと利潤がないとまた不幸になるからね、バランスが大事なんじゃないかなと思うよね。まあ、そんなような形が今日の答えじゃないかなと思います。まあ、何かね、また別にいろんな質問があれば、こちらの方にね、書いていただければ、順次ね、回答していきますので、ぜひ、この回答についてもお楽しみにしていただきたいと思います。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続して、このようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、また、いいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。